こんばんは、カウントワークです。よいしょ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 、更新されてるかな、大丈夫かな、みんなありがとう。よっしゃ、これはね918のねワンマンの時の写真です。一部の最初の We are Gem、 ちょっとねうっこらせっとこの状態でお願いします。ではね、ちょっと15分間だから何分かな、これ26分とか、更新26分かな。26分なのかしら、何分なのかしら、よいしょ、24分か、ありがとう。じゃあ19分までで、ちょっと荷造りします、私。よいしょありがとう、みんなごめんね、ちょっと今日カウントの名前呼べなくて、もしそれでもいいよって方よろしくお願いします。の服何着ようかな、わりかしちょっとさあったかいみたいな感じなんだけどさ、さすがに半袖じゃ寒いんかな。とりあえず洗濯追いついてないよね、普通に困っちゃうなまたライブしようね、ワンマン決まってるからさ、よろしく。よいしょ、頑張るんば頑張るんば。寒いかな、暖かいと思って普通にちょっと夏っぽい格好で行ったら大変なことになっちゃうかな。だだだカラオケ行きたくなってきた。よいしょ、いやどうなんでしょうか、どうなんでしょうか。あ、このガウチョパンツあるからガウチョパンツ履こうか。ガウチョパンツ楽なんだよね。よいしょと。まさかず、脱ぎ着できるやつ持っていったら T シャツもあり。やっぱり？最悪パーカー着ればいけるかな。でもなんか遠征の時はすごい楽さを重視しちゃう。だからガウチョパンツとかめっちゃ履いちゃう。ガウチョ楽なんすよ。あ、これもあり。やっぱ T シャツ系がいいかな。脱ぎ着してたらあれかな。ジェムパーカーマジ有能って。確かに。確かに。確かにな。やっぱパーカーかな。荷物たくさんになるのかな。できるだけ最小限にしたいよね、遠征の時はね。やっぱね、薄めのニットは暑いかな。やっぱでも一つこれ、いやどんぐらいなんだろう。でも別に上着ないやったら、あー移動着着ないね、着てないね。確かに。あーむずい。いやでもパーカーの方が良さそう。私結構割と厚がりだったりするから、上はこれで下はどれ。いやでも最悪暑いより寒い方がいいんだよね、個人的には。寒い方が楽だもん。荷物、あ、これでいいじゃん、決まったよ。え、サンダルダメ？ガチ？え、手
羽ダメ、手羽。もう手羽終わり？もう手羽の季節終わっちゃうの？マーチン？で、マーチン？マーチンの時期なのかな。そうね、パーカー脱ぐとかさばるのわかる。それめっちゃわかる。そっか、手羽の季節やっぱり終わったのか。ダメだ。マニーありがとう、おやすみ。手羽楽だからすぐ吐いちゃう。そっか、そうだよね。どうしよう。そうだよね。1日目2日目一旦これ持ってとくかな、やっぱな。靴下脱ぎっぱやもんなって。ほら、そう、マーチの中に靴下入ったりするからね。本当にね、いや、やばい、自分で自分のあれを下げてしまった今。大丈夫だよ、みんな、やればできる。やるときはやる女です。でんぷんありがとね、遅くまでありがとう。24分から始めたから39分まで、おもままだね。一か八かで暑いんか寒いんか分からんけど、これにパーカー持ってとく。ああー、でもさ、朝の移動中からジムパーカーで来てたらちょっと目立つかな。カウントしてくれてるみんなありがとう、ありがとう。本当にだるま投げてくれてるみんなもありがとね。よし、じゃあ次靴問題出てきちゃった。どうしよう。そうだよね。パラちゃんカウントありがとう。マホありがとう。洋服迷ってる。手羽ダメか。いや、明日までギリ手羽行く。手羽コンバース、コンバースもあり。コンバースにするかな。コンバース、久々にずっと最近手羽入ったからね。ポリポリ、やばい、目がシバシバしてきた。かずっちゃんありがとう。でも一旦決まった。あとは、おっと、おっと、練りハギも入れたし、あ、特典会のこと聞くの忘れてたわ。特典会のやつをね、そうだそうだ、おっ、そうですよね。ゆうぺこありがとう、カウント終了。ラジオ配信なんだね。そう、明日から北海道なんだけど、荷造りできてなくてさ、荷造りしながら片手にこれ持ってね、ラジオ配信してるんだ。靴迷うよね、サオリ。やっぱりもうブーツ、もうマーチン、はい、もうマーチンの時期だ。マーチン大好き、バリかわいい。裸足でいいじゃん、おかしいでしょ絶対。バロタ。洋服欲しいな。ちょっと落ち着いたらショッピングにでも行きますかね。パリーさんカウント完了ありがとう、嬉しいです。よいしょ。ああ。そう。ちょっとね、結構ね走ってるからさ、でも楽しいなって思うんだけどね。でも一旦落ち着いたらね、美味しいお肉食べるか、なんかご褒美買うか、お小遣いで化粧品買うか、ちょっとそういうのね、女の子には大事。そう、一応女なんでね。よいしょよいしょよいしょ。そんな風に思っております。お腹鳴った。よし、マーチンはドクターマーチンだよ。過去もよく履いてるんじゃないかな。あ、ベイビーラブミーの時の衣装の靴、あの白いやつ、
わかりやすいっしょ。もしわからんかったら調べてみてね。上様ありがとう。52作り。今日はカウントじゃなくて2作り。ありがとう。そう、ご褒美大事。いや、改めて思う。前も話したけどね、このね、3年生の前期のテストで思ったんだよね。ご褒美マジ大事。あのテストはね、1万円のマッサージがなかったら私は頑張れなかった。そういうこと。どういうこと？やばい。マホが目がパンパンのチャンマンの動画ツイートしてるって、やばい。待って、ガチ。この間の朝ミーティングの時に会ったやつでしょ。やばすぎ。どんな感じなんだろう。でもみんなが目がパンパンっていうか、うへーだって。マホ、みんなが目パンパンって言うから、マジで目パンパンなんだろうな。結構冷やしたから、あれマシなんだよ本当に。あ、てかさ、iPhone のさ、充電器の調子がすごく悪くてね、あの、なんかあれが悪いんかな、何？接合？なんていうとかやな、うまくこう、ちゃんとなってないのかもしんない。こういう電子機器、こういうのは、そう、接続が、接触不良、それです。そう、電子機器とかって割となんか同じタイミングでこうダメになっちゃったりするからさ、焦る。しかも充電器とかダメになっちゃうとさ、ビビっちゃうよね。もうちょっとだけ踏ん張ってもらわなきゃ。そう、マジでちょっと落ち着いたら私買い物行きます。何の宣言だよってね。ありがとう、みんなのおかげで毎日楽しいわ。トゥトゥトゥ、ちょっと後で真帆の動画確認しよう。リハギ入れた、私服入れた、あとは化粧品とかか、化粧品とか、化粧水乳液、あと何があるかな。トゥ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 、よいしょ。でもあともうちょっとで終わるか。あとは洗濯物さえ干し終われば、あともうちょいかね。みうち、お菓子300円分、おやつは500円までだって。いいね。逆にマジで買いたくなっちゃうな。なんか買おうかな。あ、コピーだ、コピー。ヤッホーって、時差があるけん、もうそっち夜なんかな、どっちなんやろ。さあ、そろそろ15分経ちましたでしょうか。もうこんな時間なのにさ、もう500人ぐらいの、約500人の人が見てくれとうてさ、ありがたいです本当に。動画のチャンマン目が漫画って、マジか。ちょっと確認しよう。ちょっとね、ブログとかね、いろいろ追いついてない部分はちょっと、もうちょっとだけ待っていてください。キャナちゃん、動画を確認してから見ますね。照れる、どんな感じなんだろう。でも本当にマシな方だから。冷やしたもん。ちゃんと。あと1分、ありがとう。寝る寝る寝るね。ねるねるねるねみたいなやつ、あんま食べちゃいかんってちっちゃい頃言われよった。ちっちゃい言われよったか、なんか食べちゃいかんって思いよった。あ、安田さん、そうだ、配信用の三脚とかも忘れないね。そう、セルカ棒だ、セルカ棒持ってこうと。あとあれ、補助充電大事だ。安田さん、ありがとうです。忘れないようにします。トゥ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 。あ、なって、安田さんも駄菓子食べたの大学に入って初めてって。そうなんだ。なんか共感。あ、でもあの、今日関西の、関西って今日ミュージャック
見てくださったら同じような感じの衝撃的なエピソードが聞けるかも。とあるメンバーが人生で初めてあれを…てんてんてんみたいな、ほんと同じような感じ。私これ衝撃だった、マジでって言って、そう、楽しみにしててください。よろしゅう、よろしゅう。ということでね、ということで、きっともう15分が経ったと思うよ。ねるねるねるね食べた。え、食べたの真帆。食べたいかな。買っていこ、え、私もちょっとお菓子買っていこっかな。チョコレート食べたい。チョコレート、チョコレート。あ、15分経ったってみんな教えてくれた。みんな夜遅くまで本当にありがとう。あ、マッキーもうちょい課題して寝ようって、偉いの、ありがとうな。無理せずお互い頑張りましょう。私も頑張ります。明日8時から9時で頑張って起きれるように願掛けときます。皆さんもよかったら早起きしてね。ではね、寝るか。まだ洗濯干してないけど、でも寝るか。もう寝よう、もう寝よう、早く洗濯物干さなきゃ。ということで皆さん本当に夜遅くまで、朝から夜遅くまでありがとうございました。明日、もう今日です、明日までだ。じゃあ明日の21時59分までこのイベントあります。いやー本当にね、皆さんも思ってくださってますでしょうが、最後の最後で何が起こるかわからないっていうのが本当にこのショールームのイベントです。もうね、正直ちょっとドキドキしてますが、できる限りルーム開放して配信しようと思うので、お付き合いいただけると嬉しいです。なんか本当に、あ、ヤスが嬉しいこと書いてくれた。いい話聞けたって、楽しい配信でしたって、ありがとう、嬉しい。なんかそうやって、なんか本当によろしくお願いします、よろしくお願いしますだけじゃなくてね、せっかくの配信なんで、なんか配信らしくやっていけたらいいなとね思ってます。では魔法ありがとう。きっとつさみはもう寝てるな。明日誰も遅刻せずに集まれますように。明日北海道でライブです。北海道に住んでる方はぜひ来てください、お願いします。じゃあね、さすがにちょっとね、もうね、のんびりしてきた頭が、このままじゃ危険なので、ここで閉じようと思います。それではまったぬー、そしておやまほー、まったぬー、おやまほー、また明日もよろしゅう、いい夢見ろよ、じゃあな、Goodbye, have a good dream, see you again. あれ、配信終了のボタンが押せない。